も切ったかも。でもこういう風には切ってない。これはちょっと今雑。でもね、今ね串で溶いても多分変なことになるか。そう、明日 G8 です。見てください。1時からだっけ。 みんなにご報告があります。あやのみんなにご報告があります。ピナタンみんなにご報告があります。じゃん、買ってきました。すいません、あのですね、これあの私が昨日だっけ欲しいって言ってた、見て買っちゃいました。あのですね、私が今日は15分しかできないんですけど、よいしょ。今ねテンション的なんか買ったものをさすぐ開ける癖があって、買った帰ってきたらすぐで、なんかすごい今ウキウキしてる人で、そう無印で買った。でも2000円、1800円ぐらいでした。で私の昔使ってたコスメ、あのポーチ、これかわいいでしょ。昔だからね、今は使ってないよ。これが本当に不思議で、もう泣きたいと言っても過言ではないんですよっていう感じなんですけど、まあでもなんかそのあ明日の台本が来ました。ちょっと明日 G8 配信が1時からあって、どうしたらいいですか。なんかじゃあ私ちょっと今ちょっとテンション高いからあんまりやめますね。明日教科いるんだ。ちょっとじゃあ、えっ、あっ、おちょいちょい、分け目、いや違う、分け目変えてない。今ねすごい今雑なの、ごめんね。ちょっと後で台本見ろよって感じなんですけど、ごめんなさい。すごいな、あーいいねいいね。待って、はい、ではそれではちょっとこれを当てていきたいと思います。え、あ、これ繋がってたの。できましたできましたできました。はい、私がちょっとこの最近というか今はこのポーチを使ってて、見ての通り入らない。もうなんかいろんなものを買いすぎて、ちょっと見てください、飛び出たりしてるんですけど、こういうのがちょっと私最近ね、あのお悩みで、なのでちょっとこういうふうにコスメを、ほら危ないね、こうやってやったらほら出てくるよ。
ということで、ちょっとやっていきたいと思います。でしかもこっちにもあるんですよ。ごめんね、そういうつもりじゃないんで。まずじゃあこちら、でかっ。ここ何入れたらいいんだろう。あ、でもこれイニスフリー、いやこれもうチャーコンものじゃないよ、さすがに。これはディオールさん、ディオールさんは入らません。これさ、何入れるべきなのかわからないんだが、僕やっぱり僕ってまだ子供だからそういうことわかんなくて、なんかやっぱ僕ってなんかコンシーラーとあとこういうのもちょっと使ってないんですよ。このエチュードハウスとか、エチュードハウス、これはディオールのマスカラ、マスカラじゃない、アイブロウマスカラだからここだよね。え、あ、シューズ分かんないけど、まあそんな感じで、あのピンク色なんですよ。でこれはイニスフリーなんですけど、いや捨てない、そんなことしない、僕は捨てない、絶対に捨てない。なんでかっていうと、せっかく買ったんだから。いや分類なんかこっち系、下になんかあれ系入れる、その眉毛とかリップとか入れるから、なんか意外とあれだね、なんかさ、あんまり閉まらん、うん、なんかこっちに。じゃあでもよく使うものはあやなちゃんがお疲れちゃまを使ったけど、お疲れちゃまやばい、ちゃんと使う当たり前じゃん。でもちょっと一つ言いたいことがあって、私のこのリップの数がえぐくて、リップの数がえぐいんですよ。とりあえず、あー見てください、あーあー落ちちゃうよ。なんか見てください、この量、この量はずっとメイクポーチに入れてたんですよ。やばくない、あーもう溢れ落ちちゃう、ほら落ちないで、落ちないで、ほらこんなに。なのでちゃんと、あとねキャンメイクのこういう、あのこれもてかさ、これ2段じゃ足りないっていうことに今気がついた。このアイシャドウも使ってない、なんかこれちょっとあれだったかな。あとね、あ、こういうのもあります、なんかチーク系、チークハイライト、チークハイライト、なんでなんか使わないやつをね、確かに分けた方がいいよね。ここはこれは目と眉毛用とかさ、いや僕も分けたいんだけど、もう一段買えばよかった。もう買いに行くのめんどくさい、使ってないのはプレゼント。そうなの、いやでも全部使い切りたいよね、ここまで来たら。あーん、ちょっとこういう、そうこういう整頓とか苦手。これはイヴ・サンローランのピンクの、あ、マネージャーさん下は今こんな感じ。
あとはね、あ、これもあった、リップ。いらないな、弟くんにあげたら。弟？弟は使わないよ。あとこういう目のキラキラとか、でも可愛いから使いたいな。ね、これは持ち運ばないや、使わないなって思ったもんね。愛してます。でこれはランコムのマスカラなんですけど、これもこれさ、今こんな感じなんです。あーん、今こんな感じなんですけど、これが入らない事件。これ使うのになんで入れてるんだ。こうか、いつも使うやつはね、これ使う、これ使わない、使わない。あとなんか私チークとハイライトをいつも入れてたんですけど、あのマスクするじゃないですか、だからどうせいらないかなとか思ってしてないんですよ。なんかそういう人になっちゃって、助けてください。ねえねえ、これ絶対さ、もうちょっと買うべきだったよね。こういうのとかあるもん。これもイブサンローランなんですけど、下地に混ぜて使うやつ。いや、こっちにもある。いや、これはなんかキャリーとかに入れると全然あれ邪魔じゃない。私今テンションが多分高くて、そこら辺はまあ気を抜いて見逃していただきたいなって思います。で、見て、結局こんなになっちゃったね。下手くそじゃん、入れるの。だってさ、目とまつ、こういうのは入れない方がいい。こっちにじゃあリップ入れる。見て、これめっちゃいくない？めっちゃいくないこれ。リップかわいいんだってね。細長い手帳やペン立てみたいな、これうちが入れてあげたい。え、入れてほしい。なんか多分苦手なんだよこういうの。入れてほしい、入れてくれにゃ。これ可愛くない？これ京花からタンプレでもらったね。リップがさ、ちょっと無理でしたわ僕。あとちょっと地味に入りそうなんだけど無理だった。あん、じゃーん。これは収納うまくない？でもあとリップがまだこんなにある。私いつもリップ1個しか使わなくて、それで1個のやつはカバンの中にいつも入れてるんですよ。だから
使うとしたらのものを出しとこうか。これ使えそう。このこれ可愛くない？これスピンズで買いました。助けてくれよ炭治郎、炭治郎。ダメだダメだダメだ、やばい。だってまだ入れたいものがこんなに、これとあと結局ダメなんじゃん。助けてくれよ炭治郎、炭治郎。これはいいじゃない。ケースが足りない時点でも、もうさすがに買いに行くのはめんどくさくない？まあまあまあ、あ、こうやって行けた。でも本当は重ねたくないな。本当は重ねたくないけど重ねた。でも多分これ入らない。入りませんでした。こうやってやってみたけど入らなかった。でも重ねたらね、下が見えなくなっちゃう。じゃあもうこれはこれで OK？これはこれで OK？ ピアン心は東京だにゃ。横にすると良くなさそうなもの、あ、これのことかな。これこれですか。これはティントだから多分いけるんですよ。これかな。確かにこっちのメイクポーチの時はずっと縦に入れてたからね。怖いよね、ちょっと。ちょっと怖いよね。誰の真似でしょう。え、いいよいいよ。いいよいいよいいよ。これこれめっちゃいいよ。じゃーん、これよくない？おお、これよくない？嬉しい。なんかやっと女の子になれた気がする。え、このアイシャドウ入らないの？
嬉しくて甘くて美味しい。じゃあこれもこれは使うから。でも言うて明日ダイエットじゃないですか。だからまあその時に使うの楽しみにしながら今日は寝るね。ということでどうですか。できました。やばい。でももう一個欲しい。これやばかった。でもちゃんとそういうとこまで考えないんですよね。ひなこ下向いてると超かわいい。下向いてるとかわいい。下向いてるとかわいい。やったーマン。はい。あ、危なこんな感じです。こうやってここ開けると口紅なんかさ、こういう音フェチ好きな人いるよね。こちらはリップです。でこれはマスカラ、マスカラ並、マスカラ目、です。嬉しくて泣きたい。でも聞いてください、こっちにもメイク動画ある。落ちないで。あん。聞いてください。この量えぐいです。そら入らないよね。なんで、でも頭が回らなかった。なんか早く帰りたいっていう気持ちが強くて。やっぱさ、だんだん夜になっていくとさ、怖いからさ、早く帰りたいっていう気持ちは。強かったのかな。じゃじゃじゃーん、出来上がりんこジャムということで、これはね後でまあ整理しましょう。まあこれはもうしよう。あとねまだあるんですよねコスメ。そう無印、これ無印で買った。よく TikTok とかで見てて欲しいなって思ってたんで、ついに私もデビューしました。甘くて辛くて美味しい。そうコスメね、いつもね買いがちだったんですよ。たくさん光るんがこういう行動を配信したいって言ってたよ。頑張ってください。こよこの配信頑張ってください。ひかるん頑張れ。私は指が痛くて、指が痛い。スクショタイムしていいよ。ちょっと待ってね。いいけどちょっと待って。え、この紙でスクショ。ス
縮小。どこがカメラかわからない。オッケー。髪バサバサだけど取れたかな。これまだ15分経ってないよね。今日なんか最近お買い物ブームみたいな、欲しいものがたくさんたくさん。荒野行動配信はなんか、え、立ってるの？待って待って、多分コスメ収納してたから全然見てなかったんで。じゃあ、えっ、みんな早く言ってよ。今のなんか声優さんみたい、早く言ってよ。やばい。じゃあランキング見ます。13位アイドンさん、ありがとうございます。12位ミネ、あ、変わっちゃった。13位峰松さん、ありがとうございます。12位梅子ぶちやとまこなとりどんさん、ありがとうございます。11位ともおくん、ありがとうございます。10位まさたかさん、ありがとうございます。9位めしさん、ありがとうございます。8位 WWA とまこひなこしさん、ありがとうございます。7位香港のはるまとまこチーメントしさん、ありがとうございます。6位香港ヘイデンうん、アットマークひのかちゃん髪押しラブ 2000% さん、ありがとうございます。5位大木正義さん、ありがとうございます。4位 SID85 アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位ひらっぴアットマークひなこしさん、ありがとうございます。2位くじいらさん、ありがとうございます。そして1位は元気くんでした。元気くん、ありがとうございます。わーい。ということで今日も配信見に来てくださってありがとうございました。明日は自衛隊配信13時からです。ぜひ見てください。バイバーイ。バイバーイ。